こんにちは、カーピです。今回は2021ベストナイン&タイトルホルダー登場選手まとめ&予想パリーグ編ということでお届けしたいと思います。2021年のプロ野球レギュラーシーズン全試合終了しました。そうなると気になってくるのがベストナインタイトルホルダーに誰が登場するのかですよね。はい、今日はパリーグの情報をまとめたいと思います。登場が確定している選手、予想される選手、この動画でチェックしていってください。まずベストナインタイトルホルダーって何っていう話からなんですけど、ベストナインゴールデングラブ賞、 NPB 公式タイトル、これらを受賞した選手が登場するセレクションですね。通常選手のステータスにプラス1されて、さらにスピ率が100アップして登場します。今年度であればスピ3900ですね。スピアップのタイミングになりますんで、とても重要なガチャになりますね。登場時期は例年1月からになります。去年度2020年度のベストナインタイトルホルダー、ラインナップはこうなっていました。1月に第1弾が来て13選手、2弾も13選手、そして3弾が16選手と不思議な割り振りで登場しましたね。はい、今年も近いスケジュール感で登場すると予想しています。ガチャシステムについて、例年自チーム確定はないタイプですね。30連60連90連で S ランクベストナインタイトルホルダーが確定、100連目以降は S が出ればベストナインタイトルホルダー確定、いわゆるプロスピセレクション、サムライセレクションと同じ形ですね。ミキサーが併設されますんで、狙いの選手はここで狙うことができます。去年は6人で1人選択できました。タイトルの話に戻りますけれども、対象になるタイトル表彰はご覧の通りです。記録による表彰と投票による表彰に分かれていまして、記録による表彰は全て確定しました。投票による表彰についてはクライマックスシリーズが終わって、日本シリーズも終わってからになりますね。今日はベストナインタイトルホルダーに登場する選手の紹介、そして投票による表彰の受賞選手を予想する、こういった内容でいきたいと思います。今後ノードア強化の計画のために、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあパリーグ記録による表彰、タイトルが確定した選手を確認していきます。これらの選手は登場ほぼ確定ですね。まず投手、もう見ての通りですね。オリックス山本選手が席巻しています。防御率、勝率、最多勝、奪三振、6部門中4部門持っていってますね。リリーフの方では最多セーブがロッテの増田選手、去年は西武の増田選手、今年はロッテの増田選手ですね。最優秀中継ぎは初受賞、堀選手ですね。打者部門行きましょう。はい、オリックス強いですね。まず首位打者最高出塁率を吉田選手が取りました。首位打者は2年連続2回目の獲得、そしてホームラン王杉本選手が初受賞、柳田選手、レアード選手、マーティン選手らを抑えてタイトル獲得となりました。ドラフト10位選手のホームラン王は史上最も低い指名順位のホームラン王になるそうですね。最短打は荻野選手、盗塁王と2冠獲得、打点王こちらも初、島内選手が受賞、最多盗塁最後までもつれて、なんと4人が同時受賞、源田選手、荻野選手、西川選手、和田選手ですね。今年山本選手が投手4冠で、ベストナインタイトルホルダー母数が減るかなと思ったんですけど、盗塁王が4人出てこれでイーブンですね。はい、ここからは予想になります。投票による表彰、まだ受賞者は決まっていません。有力選手を挙げていきますね。最優秀選手、これはもうほぼ確でしょう。山本選手一択かなと思いますね。はい、この成績、一時期の無双していたダルビッシュ選手とか田中選手、岩隈選手に近い領域の数字だと思うので、仮にオリックスが優勝しなくても受賞した可能性すらありそうですよね。太鼓を上げるなら同じチームから吉田選手、杉本選手が太鼓になるでしょうか。新人王、オリックス宮城選手、最有力だと思います。今年は本当にセパともに新人王候補超豊作ですね。伊藤選手も2桁勝利、早川選手も9勝、例年なら文句なしでしょうね。はい、ここからはポジション別にベストナイン候補、ゴールデングラブ賞候補挙げていきましょう。まず投手のベストナイン、ここはもう山本選手でしょうね。これ以外ないでしょう。ゴールデングラブが問題で、こればっかりは記者投票ですし、成績、印象度、いろいろ絡むと思うんで難しいんですけど、一応参考として守備率を上げました。投手で守備率10割達成しているのがご覧の7選手ですね。キャッチャー、ベストナインは森選手が最有力でしょう。打撃成績圧倒的ですからね。ゴールデングラブ賞、はい、こちらも参考までに守備率と盗塁阻止率上げてみたんですが、試合数も加味して甲斐選手かなって印象ですね。ファースト、まずベストナイン、まず名前が挙がるのはレアード選手でしょうね。ホームラン29本、時点で鈴木大地選手といったところでしょうか。ゴールデングラブ賞、こちらも参考程度ですけど、守備率が高い順に名前挙げました。はい、守備に定評があるのは中村選手、鈴木選手かな。
セカンド中村翔吾選手、今年の活躍目立ってましたね。浅村選手は不調で苦しんだ印象。中村選手ベストナインゴールデングラブ両取り丸でしょう。サード、今年は守備型の選手が多い印象ですね。飛躍を遂げた宗選手、今年サードに入った茂木選手、レジェンド中村選手、この三つどもでしょうか。ゴールデングラブは宗選手、茂木選手の一騎打ちでしょうね。ショート、はい、源田選手じゃないかなと思います。両方とも試合数、守備機会、各種指標も含めて源田選手かなと。外野手、まずベストナイン候補見ていきましょう。いやー豊作ですね。パリーグ外野がすごい。打撃力では吉田選手、柳田選手、杉本選手が抜けてる印象ですね。ただ柳田選手はタイトルはないんですよね。荻野選手は最短打に盗塁王、島内選手は打点王なんですよね。外野手ゴールデングラブ賞、こちらはガラッと候補選手は変わります。記者投票ということである程度打撃成績も加味されるところがあると思うんで、そうなると荻野選手、栗原選手、辰巳選手といった選手たちが有力候補になるかなと。はい、正直私パリーグの試合はセリーグほどは見れてないですし、数字の印象になりがちなのは否めないですね。ベストナイン DH、 筆頭候補は近藤選手になるでしょう。打率は3割切りましたけど、出塁率は4割超え、4割1分3厘。じゃあ最後にベストナインゴールデングラブ、当チャンネルの予想を発表したいと思います。まずベストナインから。はい、山本選手、森選手のバッテリーは順当でしょう。ファースト、サードは打撃を重視してレアード選手と中村選手、セカンド、ショートはゴールデングラブと両取り丸でしょう。外野手は打力重視でこの3名にしました。では次ゴールデングラブ、投手はここも山本選手と予想。キャッチャーは甲斐選手が濃厚かなと思ってますね。ファースト中村選手は受賞歴あり、サード宗選手、ここは難しいんですけど優勝チームというところも加味しました。外野手、ガラッとメンツが変わって荻野選手、辰巳選手、栗原選手、この3人でどうでしょう。さあベストナインタイトルホルダー登場選手まとめ&予想パリーグ編、いかがだったでしょうか。登場選手かなりイメージしやすくなったんじゃないでしょうか。はい、セリーグ編も近日公開しますんで、そちらもぜひお楽しみに。以上